レアル・ベティス・バロンピエは、アンダルシア州セビリアに、本拠地を置くスペインのサッカークラブ、プリメーラ・ディビシオンに所属している。エスタディオ・ベニート・ビジャマリンを、ホームスタジアムとして使用している。1907年9月12日に創設され、1934から35シーズンに、クラブ史上唯一のプリメーラ・ディビシオン制覇を成し遂げた。コパデルレーでは2度、1976から77シーズンと2004から05シーズンに優勝している。昇降格を繰り返すが人気が衰えないベティスを表すフレーズに、ベティス万歳、たとえ敗れようとも、というものがある。クラブ名のベティスは、ローマ帝国時代の属州名バエティカに由来する。バエティカは、セビージャ市内を流れるグアダルキビル川を指し、範囲は、現在のアンダルシア州に相当する。ベティスのサポーターは、ベティコと呼ばれ、歴史的背景から労働者階級層に強い、支持基盤を持つとされる。同じセビージャを本拠地とし、富裕層を中心に、ファンが多いとされる、セビージャ FC との試合は、アンダルシアダービーとして盛り上がる。1905年には、ライバルのセビージャ FC が公式に創設された。2年後の1907年9月、セビージャ市内2番目のクラブとして、地元の工芸学校の学生によって、セビージャバロンピエが創設された。バロンピエとは、一般的に使用されるフットボルと、同じく、スペイン語で、サッカーの意味である。バロンピエが公式に認可されたのは2年後の1909年であるが、クラブは設立年を1907年としている。また、1909年にはセビージャ FC で内部分裂が起こり、離反した役員たちによってベティス FC が設立された。当時のセビージャ FC は労働者階級出身の選手との契約を拒んでおり、これに批判的な一派が旗揚げしたのが、ベティス FC だった。1914年、ベティス FC とセビージャ・バロンピエが合併し、アルフォンソ13世の庇護を受けて、レアルが冠された結果、レアル・ベティス・バロンピエが誕生した。ファンはクラブを、バロンピエと呼び続け、ファン自身は、ロス・バロンペディスタスという愛称で知られた。1930年代、ベティスと、その形容詞的な用法であるベティコが、クラブやファンを語る際の一般的な用語となった。1934から35シーズンのリーグ、優勝記念日1931年から1939年までは、スペインで第二次共和制が成立し、ベティスとレアル・マドリードは、クラブ名からレアルの文字を取り除いた。スペイン内戦後に再びレアル・ベティス・バロンピエに戻るまで、ベティスは単にベティス・バロンピエと呼ばれた。1931から32シーズン、ベティスは、クラブ創設25周年を、初のセグンダ・ディビシオン優勝で祝い、アンダルシア州のクラブとして、初めてプリメーラ・ディビシオンに参戦した。1934から35シーズンには、パトリック・オコネル監督に導かれ、15勝4分3敗、勝ち点34の成績でクラブ初のリーグ優勝を果たした。2位は16勝1分5敗、勝ち点33のレアル・マドリードで、勝ち点わずか1差だった。FC バルセロナ、アスレティック・ビルバオ、レアル・マドリードに次ぐ4つ目の優勝クラブであった。しかし、翌1935から36シーズンは7位に終わった。これは、貧弱な財政状況に悩まされたことや、内戦への突入によって優勝メンバーの離脱が進んだためである。1936年から1939年までは、内戦のためリーグ戦自体が開催されず、内戦終結後の1939から40シーズンに復活したが、このシーズン11位に終わり再びセグンダ・ディビシオン降格となった。1942から43シーズンには再び、プリメーラ・ディビシオンに参戦したが、1シーズン限りで、セグンダ・ディビシオン降格となった。その後のベティスは、衰退を続け、1946から47シーズンには、テルセーラ・ディビシオン降格となった。ベティスが、テルセーラ・ディビシオンで過ごした10年間は、クラブの独自性と本質を定めた鍵となる期間であったとみなすファンが多く、スペイン中から共感を得た。この期間には、満員のスタジアムが好評を博し、アウェー試合でも見られた、激しい応援は、緑の行進として知られた。1953から54シーズンにテルセーラ・ディビシオンで優勝して、セグンダ・ディビシオンに復帰し、プリメーラ・ディビシオン、セグンダ・ディビシオン、テルセーラ・ディビシオンの3カテゴリーすべてで優勝経験がある、スペイン唯一のクラブとなった。この暗黒期に、ベティスが多大な名声を得たことや、セグンダ・ディビシオン返り咲きを果たせたのは、マヌエル・ルイス・ロドリゲス会長の功労である。1974から75シーズン1955年、ロドリゲス会長は、一層の経営的な成長を望めないとして、ベティスの経営職を辞した。ロドリゲスの後任には、後に最も有名な会長として語り継がれるベニート・ビジャマリンが就任。ビジャマリンの在任中の1958年に、プリメーラ・ディビシオンに返り咲き、1963から64シーズンには、過去最高位の3位となった。1961年のエスタディオ・エリオポリス購入がクラブの歴史のターニングポイントとなり、エリオポリスは1997年までエスタディオ・ベニート・ビジャマリンと呼ばれた。後にスペイン代表として16試合に出場する期待の星、ルイス・デル・ソルを世に出したのはビジャマリンの功績であるが、やがてデル・ソルを売却して不評を多かった。彼は1965年まで10年間会長職にあったが、1966年に癌のために死去した。ビジャマリンがクラブを去ってからわずか1年後、ベティスは再びセグンダ・ディビシオンに降格し、1970年代後半にトップディビジョンでの地位を固めるまでは、昇格と降格を繰り返した。1977年6月25日、エスタディオ・ビセンテ・カルデロンで行われたコパデルレイ決勝でアスレティック・ビルバオを破って初優勝を果たした。試合は2から2の引き分けで PK 戦に突入し、両チーム合わせて21人が PK を蹴った末に PK 戦8から7でベティスが勝利した。リーグ戦でも5位となり、充実したシーズンを過ごした。1977から78シーズンは UEFA カップウィナーズカップに出場し、1回戦で AC ミランを破り、2回戦で 1FC ロコモチフライプツィヒを破ったが、準々決勝で FC ディナモモスクワに敗れた。欧州カップ戦では全般的に良好な成績を上げていたが、国内リーグ戦では1977から78シーズン終了後に、セグンダ・ディビシオン降格となった。しかし、1シーズンでトップリーグに復帰し、その後は申し分ない期間を過ごした。続く3シーズンはいずれも6位以内で終え、1981から82シーズンと1983から84シーズンには UEFA カップ出場権を獲得。1982から83シーズンの同大会では、準優勝した SL ベンフィカに1回戦で敗れ、1984から85シーズンの同大会ではやはり1回戦で FC ウニベルシタテアクラヨーバに敗れた。スペインで開催された 1982FIFA ワールドカップでは2試合がベニート・ビジャマリンで開催された。また UEFA 欧州選手権1984予選のスペイン代表対マルタ代表戦も、当地で開催され、歴史的な12から1というスコアが生まれた。1985から86シーズンには、コパデルレイで決勝に進出したが、バルセロナに敗れて、準優勝に終わった。1980年代後半から1990年代前半の、ベティスは再び、エレベータークラブ化し、ほとんど毎シーズン、プリメーラ・ディビシオン昇格とセグンダ・ディビシオン降格を繰り返した。1992年にはリーガ・エスパニョーラに新ルールと新レギュレーションが導入され、セグンダ・ディビシオンに所属していたにもかかわらず、ったクラブのおよそ2倍の12億ペセタの資金を必要とした。ファンたちはわずか3ヶ月で、プリメーラ・ディビシオンのクラブの60から 100% に等しい4億ペセタを調達し、さらにマヌエル・ルイス・デ・ロペーラ副会長は、彼自身が大株主になることで、クラブに経済的な保障を与え、チームはかろうじて降格を回避した。その後も3シーズンをセグンダ・ディビシオンで過ごし、ロレンソ・セラフェレール監督に率いられた1993から94シーズン終了後にプリメーラ・ディビシオンに復帰した。1994から95シーズンは昇格組ながら3位となり、翌シーズンの UEFA カップの出場権を獲得した。UEFA カップでは、フェネルバフチェ SK に2試合合計4から1、1FC、カイザースラーテルンに2試合合計4から1で勝利したが、準優勝した FC ジロンダンボルドーに2試合合計2の3で敗れた。コパデルレイ初優勝から20年後の1996から97シーズンには、優勝以来初めて決勝に進出した。決勝は20年前と同じくマドリードで行われたが、今回は、ビセンテ・カルデロンではなくエスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで行われた。バルセロナとの試合は延長戦にもつれ込んだが、結局2から3で敗れて、準優勝に終わった。1997年夏、偶然にも、フェレール監督は、バルセロナ監督に就任し、後任監督には、選手として、ベティスでプレーした経験があるルイス・アラゴネスが、就任した。アラゴネス監督は、結局1997から98シーズンを指揮しただけでチームを去ったが、リーグ戦では8位となり、UEFA カップウィナーズカップではベスト8となった。準々決勝まで勝ち進んだが、チェルシー FC に2試合合計2の5で敗れた。1998年には、ハビエル・クレメンテ監督が就任したが、ファンと口論になった際に、アンダルシアのことを異国とほのめかしたことで論争を呼んだ。1998から99シーズンは順位表を滑り落ちて11位となり、UEFA カップでは3回戦でボローニャ FC に敗れた。続く2シーズンは何人もの監督が指揮を取り、一旦はセグンダ・ディビシオンに降格したが1シーズンで再び昇格を果たした。昇格1年目の2001から02シーズンには、不安で、ラモス監督の下で落ち着きを取り戻し、6位でシーズンを終えた。ラモス監督は1年でチームを去り、かつてレアル・サラゴサで UEFA カップウィナーズカップを勝ち取った、ビクトル・フェルナンデス監督が就任した。フェルナンデス監督が指揮した2シーズンの成績は、2002から03シーズンのリーグ戦では8位。2003から04シーズンのリーグ戦では9位であり、前者のシーズンに出場した UEFA カップでは3回戦で、アージオセールに2試合合計1から2で敗れた。2004年には再び、フェレール監督が就任し、2004から05シーズンは、チームを4位に導いた。同シーズンのコパデルレイでは決勝に進出し、ビセンテ・カルデロンで行われた CA オサスナとの決勝は延長にもつれ込んだが、下部組織出身のダニの決勝点で2から1と勝利し、28シーズンぶり2回目の優勝を果たした。2005から06シーズンには、アンダルシア州に本拠地を置くクラブとして、初めて UEFA チャンピオンズリーグに出場し、予選で AS モナコを2試合合計3の2で破って、本戦グループリーグに出場した。グループリーグではホームで、チェルシーから勝利を挙げたが、結局グループ3位となって、UEFA カップに回った。UEFA カップでは、ラウンド16で、FC ステアウアブカレストに2試合合計0の3で、敗れた。ベティスは2007年に、創立100周年を迎えた。同年8月9日、2006から07シーズンの、UEFA チャンピオンズリーグを制した AC ミランを迎えて100周年記念試合が行われ、後半開始早々のマルク・ゴンサレスの得点によって、ホストチームが1から0で勝利した。その後すぐに、カディスで行われたラモン・デ・カランサ杯に臨み、準決勝ではレアル・マドリードを、決勝ではサラゴサを破って優勝した。選手もコーチングスタッフにも大きな変化があり、8人の選手と契約して14人の選手が旅立った。記念年の前後に当たった2006から07シーズンと2007から08シーズンは4人の監督がベティスを指揮した。後者のシーズンには平均観客数でヨーロッパ第37位のクラブと認められた。2008年夏にはアシール・エマナやメフメト・アウレリオを獲得して中盤の構成力を大きく上げ、スペイン代表として UEFA ユーロ2008に出場した。セルヒオ・ガルシアを移籍期間終了直前に獲得して前線の選手層に厚みを加えた。ところが開幕から6戦勝ち星なしと苦戦。その後10月から11月は5勝2敗と幾分持ち直したが12月は1分け2敗と1勝もできなかった。冬の移籍期間にリカルド・オリベイラを獲得。その後、セビージャとのダービーに敵地で勝利したり、2月14日に、ホームで行われた、バルセロナ戦に引き分けるなど検討したが、レアル・マドリードとのサンティアゴ・ベルナベウでのアウェー戦の6失点や3月の全4試合引き分けと4月下旬から5月上旬の4連敗が大きく響いて、最終節に同じく残留を争っていたレアル・バリャドリードとのホームゲームでスコアレスドローに終わり、勝利した CA オサスナとスポルティングで基本に抜かれ残留圏内の16位から降格圏内の18位に転落。同じく引き分けたヘタフェ CF と勝ち点42で並んだものの得失点差でわずかに1点及ばず2戦から01シーズン以来9期ぶりとなるセグンダ・ディビシオン降格が決定した。シーズン中に投じた移籍金は3600万ユーロに上った。2009年6月15日、ラファエル・ゴレディージョ、デルソル、イポリト・リンコン、フリオ・カルデニオーサなどクラブの象徴的存在を含む、ベティコたちは、クラブの株式の 54% を所有するオーナーのデ・ロペイラにクラブを売却させるために、セビージャ市内で、15J オボイ・ベティスをスローガンとして抗議デモを行った。この抗議運動にもかかわらず、2009から10、シーズン中には、クラブ上層部の構成に変化はなかった。2009から10シーズンは1年でプリメーラディビシオンに、返り咲くべく戦力の維持に努め、プリメーラに旋風を巻き起こして8位に躍進した、マラガ CF のアントニオ・タピア監督を引き抜いた。しかし、成績が振るわず、タピアは解任。2010年1月、フェルナンデス監督が6年ぶりに復帰すると、ここから巻き返しを見せて、2位のエルクレス CF3 位のレバンテ UD と勝ち点71で並んだが、直接対決の成績で4位に終わり、昇格を果たせなかった。シーズン終了後には、フェルナンデス監督との契約を打ち切り、ラージョ・バジェカーノの監督を解任されたペペメルを招聘した。ベティスの選手であり、会長であったラファエル・ゴルディージョ・セビージャのメルセデス・アラージャ裁判官は、デ・ロペイラが所有する会社とベティスとのつながりを調査し、正式にデ・ロペイラを詐欺行為で告発した。予備訴訟開始の1週間前の2010年7月7日、デ・ロペイラは所有する株式のうちの 94% を、ルイス・オリーベルが代表を務めるビットン・スポルトに売却した。売却価格は1600万ユーロと意外なほど低く、これによってデ・ロペイラは一般株主に過ぎなくなった。オリーベルはすでに破産の縁にあるカルタヘナ FC とヘレス CD の2つのクラブを所有していると報道されていたが、売却前にアジャラがデ・ロペイラ所有の株式を凍結することが公式に承認された。手付金が100万ユーロに減額されたにもかかわらず、オリーベルはすぐさま第三者から多額の記名株式を購入した。オリーベルは取締役会の投票により経営陣に加えられ、クラブ経営への参加が認められた。これに際して裁判官はゴルディージョを指名し、デ・ロペイラの株式を管理し、デ・ロペイラがもはや蔵運営に携わっていないことを保証する仕事、また判決が経営陣個人の利益ではなくクラブの利益となるようにする仕事に当たらせた。ゴルディージョはかつてベティスで長らくプレーし、レアル・マドリードとスペイン代表でもレジェンドとして大いに尊敬されていた。引き続き指揮を取ったメル監督のもと、2011から12シーズンは開幕から4連勝を記録し、2001年10月以来10年ぶりに首位に立った。しかし、その後は10試合で勝ち点1と絶不調に陥った。調子の波こそ大きかったものの、前シーズンにセグンダで27得点を挙げたルベン・カストロが、スペイン人3位の16得点を挙げ、13位でプリメーラ残留を果たした。開幕から一向に調子が上がらず、6勝7分25敗で、勝ち点は25、得失点差-42の圧倒的最下位で、セグンダへ降格となった。セグンダで優勝を果たし、1シーズンでの昇格を達成する。シーズン開幕後の2015年8月31日、下部組織出身であり、クラブ史上初の UEFA、チャンピオンズリーグ出場メンバーでもあるホアキン・サンチェスの獲得を発表した。昇格初年度は第3節以降一度も降格圏に落ちることなく、10位での残留を果たす。大きな戦力の上積みはなかったが、シーズン終了後にレアル・マドリードへ移籍することになるダニ・セバージョスら、若手の台頭が見られた。開幕の敗戦で1節のみ最下位になるが、2節以降は一度も、降格圏に沈むことなくシーズンを終える。しかし、順位は15位と大幅に下げてしまった。リーガ通算210試合以上に出場し、120以上の得点を記録していたルベン・カストロが、奇襲地上に移籍し、UEFA U-21 欧州選手権で MVP に輝いたダニ・セバジョスが、レアル・マドリードに移籍した。2018年7月13日、日本代表の乾貴士と契約したことが発表された。長い間、同じセビージャ市内に本拠地を置くセビージャ FC に対してライバル意識を抱いてきた。これまでに110回以上のアンダルシアダービーが行われ、セビージャが約 45% の試合に、ベティスが約 31% の試合に勝利している。初のダービーは1915年2月8日に行われ、ベティスは3-4で敗れた。この試合は公式戦ではなかったが、高い緊張状態によって興奮した観衆がピッチに乱入し、主審は試合を中止した。1916年には、初のコパ・アンダルシアが行われ、この大会における試合が、初の公式なダービーとなった。コパ・アンダルシアは17回開催されたが、そのうち14回は、セビージャが制し、ベティスの優勝は1回のみであった。1918年大会にはベティスが U-18 チームを出場させて0-22で大敗した。リーガ・エスパニョーラでの初のダービーは1928から29シーズンであり、セグンダ・ディビシオンに所属していた両クラブの試合は、いずれもホームのクラブが勝利した。プリメーラ・ディビシオンでの初の対戦は1934から35シーズンであり、アウェーで3-0と勝利したベティスはこのシーズンに初のリーグ優勝を果たした。1943年1月17日のダービーではアウェーで0-5の大敗を喫し、結果的にシーズン終了後にセグンダ・ディビシオンに降格した。1958年9月21日には、エスタディオ・ラモン・サンチェス・ピスフアンで、初めてダービーが行われ、ベティスが4-2で勝利した。近年のダービーは、暴力と密接に結びつけられる。2002年10月16日に行われたダービーでは、警備員が、セビージャのファンに松葉杖で攻撃され、さらに、ベティスのキーパーのトニ・プラッツが襲撃されかけたために、試合そのものが中断された。2007年2月28日に行われたダービーでは、ベティスのサポーターが、セビージャの不安で、ラモス監督に、中身入りのペットボトルを投げつけ、それが直撃して倒れた。ラモス監督は、救急車で病院に搬送された。2009年2月7日にサンチェス・ピスフアンで行われたダービーには2-1で勝利したが、ベティスは結局セグンダディビシオンに降格し、セビージャは UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得する3位でシーズンを終えた。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他の保有国籍を、星印は EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。